みーみーチャンネル始まるよ。昨日の夜、くるみの右足がちょっとおかしいことに気がつきました。ちょっとビッグを引いて歩いているというか、いつもこう右手をかばいながら動いている感じがして、ちょっと様子がおかしいので、これから病院に連れて行きたいと思います。今気持ちよさそうに寝ています。出した時は全然元気な状態で、昨日の夜お世話しようとしたらもうこの状態で、足のつき方からすると、骨が折れてたりだとか、そういったのの可能性がありますよね。ちょっと腫れてますよね。まあ、わかりにくいかもしれないんですけど、なんかむくんでる感じ、わかります、ね、うん、わかります、まあ、どっかしらに何か外傷的なものがあるんじゃないかと思われますよね。でもその神経疾患でなんかおかしいとかになると基本的に麻痺なんですよね。なんで上げるっていうのはやっぱり痛みがあるからつけないっていうことになってくるので、レントゲン撮って骨の異常がないかとか、はい、まあ、そういったのを一応確認するっていう感じになるんですけども、要は骨が飛び出すか飛び出さないかですね。あの、要は骨折したところの断端が要は皮膚を突き破って要は外に出てきてしまう、要は開放骨折っていう状態ですよね。そうなってくるとこれはちょっと放っておくことができないんですよ。半分以上こうくっついてる場合っていうのは、これはその状態がキープできれば自然にくっつきます。あとは僕たちで体重が軽いので、そんなにこう要はその折れたところに負担がかかるわけじゃないので、そこまでこう激しくずれるっていうことはないかもな。で、ただ自分で気にして噛んでしまう、中には自分で痛い足を噛みちぎってしまう子もハムスターっているんですね。それぐらいこう気になりだすと止まらないというか、もう動物的な習性なのでしょうがないんですけど、一番問題となるのは食事を取れるかどうかなんですよ。生活する上でこの子たちって物を掴んで食べる習性がある。でこう今ここに溜まってますけど、この溜まったものを出すのには手使わないと出せないんですよ。手が使えないということはちょっとそういったのがうまくできないかもしれない、ね、出せなくなっちゃって、中で要は腐るんですよね、まあ、そういったのはやはり体にとってあまり良くないんで、まあ、それがねできれば問題出せればいいんですけど、出せなければやはりこうちょっと食事の与え方っていうのを気を使ってもらって、溜めないようにする与え方をしないとまずいかなっていう。でも今ここ捕まってましたね。捕まってこの登ってきてたんで、そういう動きができるのであれば、なんか一過性のただの外傷かもしれないですよね。あ、そうなんですね。多分骨折してる手でさすがに捕まってぶら下がろうとは思わないと思うので、調べてみよう。一応見てみます。じゃあお預かりしてちょっと今撮影していきますので、どっちもこれ右前足で、これがうつ伏せで上からこうペタって撮ったやつですね。まあ明らかに見て途中でなんか折れてるなっていうような、横にこうね筋が入ったりずれてる線っていうのはなさそう、
で多分指先もこれで見る限りちゃんと綺麗にどこも同じような、まあ、こう関節ですよね、指先の関節に分かれているので、うん、まあ、折れてるっていうようなところはどこにもないんじゃないかな、うん、おそらく、まあ、あのここから下ですよね、手首から下の部分の、まあ、外傷、まあ、一番考えられるのは多分どっかにこう挟んでそのままそこを痛めたっていうような感じじゃないかなと思うので、うん、基本的にはお薬で、まあ、消炎鎮痛剤の成分を上げて様子を見ていくっていうので大丈夫じゃないかなと思います、まあ、全く骨の方には何も異常は出てないですよっていう、うん、よかったです。でお薬が一応液体のシロップのお薬になるんですよ、ね、包んでしまって、そして、はい、まあ、ダイレクトにこう口元に、あとは嫌がらない子は、はい、あのそのままでもいいです。ではあのハムスターって多分習性的に中しらこう持っていくとかじろうとすると思うんです、はい、でこのタイミングでちょっと押してあげて、はい、まあ、一応朝晩の1日2回それをそこでやって、まあ、炎症を和らげてちょっと落ち着くかどうか様子を見ていくっていう感じですね。くるみ、元気になってね。